ガスとワードガスって言ったの喧嘩の人がちょっと今回ですね、モデレーとして進めていただけるので皆さん、松井さんです。で、もう一つ、今回ロスペを実際皆さんにお伝えいただいて、コメントしていただくということで、今回ロスペのメーカーのセコに、吉田さんが、結構かけられていただきました。ありがとうございます。吉田です。よろしくお願いします。するかっていうのが決まると思うんですけど、その絞り値にしてで、高級出してですね、まあ、この入射角だったらこう測るという測るとシャッタースピードが出てきますので、ここの人差し指が当たるボタン、これが計測ボタン、メジャーって言って、これを1回押すと9なので、カズサ鶴舞駅に来ました。鶴舞です。鶴舞です。カメラを絞り優先にして露出補正を全くしないで、このぐらい離れた位置で撮るとどうなるか、はい、くらいでね、はい、当然なんですよ。当然なんですけど、なぜ当然か、人物今、まあ、フレーミング皆さんいろいろ縦とか横とか撮ってましたけど、フレーミングの全体の面積に対して彼女の顔の面積は非常に小さいはずです。なんだけども周りは光がすごい当たってて明るいじゃないですか。そうするとカメラっていうのはフレーム内の、基本的にフレーム内の面積の大きい方の明るさに合わせる特性があるんです。ということは明るい方に合わせたらオートロ。じゃあどうするか。そうすると彼女の顔の明るさに合わせて露出を補正、ね、揃えてあげる。で今だいたいプラス1対1対3分の1とかね、やっていただいたんで彼女の顔の明るさは明るくはなってきました。ただそれと同時に背景も一緒に明るくなります。そうすると背景がすごい明るい写真になっちゃう。こういうレフマンっていうものを当ててあげて光を補うことによって強くよ、はい、背景の明るさと人物の明るさの差、輝度差っていうのをなくすんです。そうすると再現できる幅の中に収まるので背景も明るく飛びすぎず人物の顔が明るくするということになります。これがレフ板の本来の役割です。レフ板を使うときは当然レフ板を入れた状態で測るっていうのが前提です。こちらは波次郎さんがモデルでやります。今度はレフを当てて露出系で露出を測ってから撮ります。こういうカメラで撮っております。彼女の暗い部分に対してハイライト部分がどんな明るいかっていうのを数字としてね理解できるようになれば、例えば風景写真も同じように暗いところと明るいところのどっちを優先して露出を測る中間値を取るかっていうのが分かるようになります。皆さん、夏美さんを入れて列車を撮っております。基本すべてカメラ目線だ。カメラ目線で横から見ててもダメなので、カメラ目線で見るっていう癖をつけましょう。ですね。200で、2.8 で。2.8 の？ですね。はい。シャッタースピードは？もうちょっと左側。上半身だけだったんでちっちゃいに足りたんだけど、全身撮ろうと思ったらあんまり大きいのがいいんですよ。足元まで行くんで、ちょっときつくするとこんな感じで分かります。さっきあの影がね、意外あの鼻だけにこうかかると綺麗じゃないよねって話したんだけど、こういうのやると柔らかくなるんで、こういうのを撮る方広い面で反射できるんで、さっきの小さいのに結構自然じゃないですか。こういうのだったら違いで、200で100、F4 も125分の1。
F4 200で F4 121 125ですね、ハイライトが、うん、アンダーガーアンダーガー30ですね、30、じゃあ、どんなんですかね、こっち側の影が出てくるので差は少なくなってますね。こういうのを、こういう位置を向かせるとハイライトとシャドウの差がなくなるかというのを考えてポージングを指示したいな。お町通り石畳方面に行きます。わき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 、あの薬はご割合といいですね。はい、資料館の中に入ってきました。そう、いっぱいあるんですよ。とんかつ屋さんのいい匂いがしておりますが、裏技でライブビューにして目のところだけ拡大してピント合わせてシャッターを詰めてる。はい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 、ですね。こんなレトロなお家で撮っておりますよ。3時は過ぎましたよ皆さん。いや、動画なので動画だから動いてください。動画なんで動いてください。止まらないでください。カズサ中野駅に来ましたが、はい、逆光です。わお、すごいね。わお、ちょっとごめんなさい、いいですか。今これどのぐらいですか。200F4645です。いただきます。でやっぱりここで撮るっていうのはやっぱりこのレールのこの奥行き感とホームのこのちょっと荒れたホームとかこういうのやっぱり生かしてあげて、ね、あ、ちょっと住鉄道が来ましたよ。うん、かわいい黄色い列車が来ました。入れますか。入れば入れましょうか。F1 2枚攻撃しております。今日は一日お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。夏美さんもお疲れ様でした。